熊本赤十字病院外科、山永茂義です。私の方からは、腎移植と抗 HLA 抗体ということでお話をさせていただきます。COI はありません。近年、人移植数は増加し、成績も年々と上昇していっているところですが、長期生着をさらに向上させるためには、次なる課題として、抗体関連拒絶反応、悪性腫瘍、 入門施設肺炎の克服があります。腎移植において抗 hla 抗体は術前術後ともに重要な役割を担っています。まず、術前の dsa についてお話をしていきます。術前の amr ディスクを送別化すること、また術後の抗体量をモニターしていくこと、これが非常に重要と言われています。 実前より DSA がある場合何より予防が重要というふうに言われています CTC のクロスマッチが陽性で脱観察をしない場合8割程度にイミデエートグラフトロスがあるというふうに言われていますまた脱観察をした後でも強度が高ければ高いほど AMR の頻度が強くなりまた程度も強くなるということが知られています実前 DSA がある 患者さんに対するディスクの層別化またそれによる脱換査強度の選択というものが我々が日本で初めて提言し広く行われるようになってまいりましたがしかしながら5年においても慢性抗体関連拒絶反応が6割以上で認められるという状況で現在あるレジュメンではまだ克服されてないというのが現状です。 しかしながらリツキさんが出す監査をする上で非常に重要ということも分かってまいりましたターゲットの CD1920 を1%以下にするということが CMR を抑える上では非常に重要であろうというふうに考えられます実前 DSA の量でリスクを層別化してみますと日本においても海外においてもやはり DSA の量によって成着率 が変わってくるということが一貫して示されてきましたこれまでの ABO 血液型不適合移植に準じたリツキ酸、血小交換、そしてセルセプトによる術前脱寒査のみでは完全に DSA を消し去ることは不可能とされています現存する脱寒査療法の中で最も効果が高いと考えられるのが 広島大学のの井出先生方が示されたフェーーズドデセンンシタイゼーションのレジュメになりますこれはリタキシマブと DFPP そしてロ労働剤部屋 G またボルテゾミブを加えまして段階的に脱換剤をするという方法ですがこれで完全に DSA を消した上で移植をすることができるということで現存する脱換剤療法の中では最も期待されうる方法となっています。 しかし、時間がかかるというところが欠点になっているかと思います今後のプロトコルの改定が待たれるところです海外のデータにおきましては、生命予後の改善という観点からは HLA 不適合移植は、透析あるいはウェイトリスト上にいる患者さんよりも勝るという,ふうに言われています さらなる脱監査の向上というものが世界的に求められているところだと思います現在のところ日本では不可能ですがペアードキンニードネーションはどんどん海外では発展していっていますグッドサマリアンドナーと言われるドナーがペアがいないレシピエントにドネーションすることで始まるチェーン いうタイプのペアルキヌイートネーションもありますし肝臓と腎臓、臓器を超えたペアルトネーションということも次々と行われているということも知っておく必要があるかもしれませんしかしながらプレ DSA があって移植がうまくいった後 DSA が消えてしまう場合は割と予後が良いというふうにも示唆されています しかしながらクラス1クラス2抗体でそれぞれ振る舞いが違うということも我々の研究で明らかになりましたクラス1抗体は94%がグラフトに吸着されるため陰性化しクラス2抗体は55%が陰性化クラス2の DQ に限っては陰性化した症例がありませんでしたこのように クラス1、DR、DQ それぞれでグラフトに発現する抗原量が異なることで血中で検出される抗体量が異なるということは認知しておく必要があります。ここからは当院での実際の経験について共有をさせていただければと思います。 当院で2011年から経験した術前 DSA 陽性患者は12例でした。おおよそ年に1例から2例程度あります。当院での HLA 不適合人職症例に対する脱寒査のレジュメンです。最近では、IVIG の術前脱寒査療法が適用になりましたので、 現在それらを組み合わせて行っておるところではあるのですが2019年までの脱換差のレジュメンをお示ししています。以前は脱換差療法を強度によって若干変えていましたが現在では t s a のみが検出される HLA の不適合の移植におきましても ほとんどの場合フルで脱換さを行うようにしていますベースとなるレジュメンはリツキ酸血晶交換セルセプトになってきますこれが当院で行った術前 DSA 陽性症例の、えー、アウトカムになります MFI は平均で3256急性の拒絶反動はございませんで 急性抗体関連拒絶反応が2例、17%で認められました。術後それぞれの EGFR の平均は48.4で、現在のところ全例静着を得ています。これは最もひどい抗体関連拒絶反応を経験した症例を共有させていただきます。 症例は63歳男性ドナーは奥様で血液型不適合そしてフロークロスマッチ TB ポジティブ抗体は B60 の 2132mFi でした脱換査療法としてリツキサン2回 DFPPPEX そしてセルセプトを2週間前からという当院の最も重い脱換査 の構えで行いましたが、術後に、えー、およそ1週間以内に AMR の3、非常に激しい拒絶反応を起こされました。そこで、ステロイドパルス、リツキ酸、血症交換、ロード剤アイジを行いましたが、えー、経過が良くならないということで、その後、PEX7 回、また、ハイローズの i ア i g トータルで 3g プロキロを使いました。 その後、術後1か月目ぐらいより尿量クレアチニンが安定してまいりました。手術期に、えー、肺水腫に起こしまして集中治療管理を行いましたが、えー、その後は経過良好で現在は6年経過して EGFR は 34TSA は消失して尿タンパクもなく。 元気に外来に通っておられます実前 DSA についてのまとめを行います術前の DSA はリスクを十分に把握してリツキさんをレジメンの中心としてしっかり使用する必要がありますまた、術後の DSA のモニターも重要で DSA が消失したあるいは減っている場合はクラフトサバイバルは 良好である可能性があります。ivig による術前脱監査。この報告が今後待たれるところです。続いて、術後に発生するデノボ dsa についてお話をしていきます。デノボ dsa の肝は、術後の dsa モニタリングで早期にデノボ dsa を発見すること。そして。 何より重要なのが免疫抑制剤を適切に使うことに尽きると思います。これはよく知られたデロボデ s エとマイクロサーキュレーションについて書かれた図です。デロボデ s エッはクリニカルに症状が出る腎機能が悪化するずっと前から産生されてじわじわとマイクロサーキュレーションをやることで最終的にクラチニが上がったりタンパクが出ると。 いうふうに言われています当然のことながらデノボ DSA が賛成されてしまった場合はグラフトサバイバルにネガティブな影響を与えますおおよそデノボ DSA の頻度は感度あとはモレキュラータイピングかセロロジータイピングかにもよりますが 15から 22.2%5 年以内で15から22.2%と言われていますそしてこれは術前の DSA とデノボ DSA どちらの方がグラフトサバイバルに影響をより及ぼすかということになっていますがこれはデノボ DSA の方が AMR を通した後グラフトサバイバルにより影響を及ぼすというデータです これは、まあ、実前にアグレッシブな脱換査が行われている影響であろうということとデノボ DSA が発生する前はその長い経過の中で CNI トキシシティなどですでにダメージがある影響もあるのではというふうには言われていますしかしこのスタディで示されているようにデノボ DSA についても DSA がもし 消えてしまう、あるいは減少しているケースにおきましては長期静着が割といいというふうに言われています。また最近ではデノボ DSA の個体結合性それをしっかり見るということがグラフトにとっていいのか悪いのか この抗体がいいのか悪いのかというのを見極める上で重要であるというふうに言われてきています。補体結合能が IgG の13が IgG の24に比べて高いというところを考慮してこのスタディでは IgG3 そして CQ 1級のバインディングがある抗体検査で検出された抗体がよりグラフトに悪い影響を及ぼしていると。 といいうことが示されていますそしてこれは名古屋第二赤十字病院のデータで行われたスタディですがデロボ DSA があるからといって必ずしも AMR につながるわけじゃないんですが42%以上のケースでサブクリニカルの AMR が起きたということでそのリスクファクターとして C1Q バインディングアビリティがある DSA が検出された場合。 若いレシピエント、そして急性 T, セル T 細胞性拒絶反応があった場合で、クラス2の DR の関連であった場合、DSA の MFI が3000以上の場合、そして MFI の増加度合いが1年で50%以上ある場合にリスクになるというふうにされます。 DFPP と律木さんがある程度効いている可能性があるというふうに示唆されていますそして何より DSA を作らせないためにデノボ DSA を作らせないためには必要十分な免疫抑制が長期経過後も必要であるということが明らかになってまいりましたこれは名古屋第二赤十字病院と熊本赤十字病院で行った RCT になります CNI のロードーズのエクスポージャーとベリーロードーズのエクスポージャー2群に分けて血液型,不適,血液型適合症例のその後の EGFR ですとかデロボ DSA 急性の拒絶反応の発生状況等を比較した試験になります。これはタクロニムス除法製剤を セルセプトの血中濃度をしっかり保った PK スタディで測定した上でしっかり保った状態でどこまで下げれるかというスタディになりますおおよそがスタンダードードーズ平均的なトラフでいうと4から5ぐらいで AUC でいうと250程度の群そしてトラフでいうと3から4ぐらい AUC でいうと200ぐらいの群を術前、術を3ヶ月 で3か月以降は AC u d と200と150という群で分けて RCT を行っていますこれはタックロリムス除報製剤の曝露量になりますが術後18か月以外は有意差をもって両群で曝露量の差がありましたそしてトラフレベルにおきましても ほとんどの期間でしっかりと差があるという状況でした術後2年目におきまして大体5ナノあとベリーロードズの方でだいたい4ナノというふうになっていましたこの両群においては残念ながら EGFR の差はありませんでしたトラフでいうと1ナノ程度ではあまり差がないということも明らかとなりました そして、グラフト成着率、患者生存率、拒絶反応、サイトメガロウイルス感染、CNI トキシシティ、新規発症の糖尿病におきましても、両群は優位差はありませんでした。が、ロードーズ群におきまして、サイトメガロウイルスがやや多い傾向、拒絶反応はベリーロードーズ群において、 やや多い傾向にありましたそしてこれは驚いたことに2年間の経過中ベリー・ロードーズ群で13%の DSA デノボ DSA の形成がありましたそしてロードーズ群ではデノボ DSA の形成はありませんでした優位さをもってベリー・ロードーズ群の方で 2年間という、まあ、短期においても DSA 形成が見られたという結果になりましたここからは2018年4月より保険適用となった術後の DSA モニタリングの当院の結果をお示します。当院でデノボ DSA が検出されたのは全体の13.6%ありましたそしてそのほとんどに何らかの理由が示されていますが 最も多かった理由としてはやはり漫然とした免疫抑制量の低曝露状態これがデノボ DSA の形成に大きく影響したというふうに考えられます。腎機能に短期的には問題ないと思うんですが長期的に見ると漫然とした低曝露というのは DSA の形成に重要な影響を及ぼしてしまうので 長期経過後も CNI そしてセルセプトをしっかり使って DSA 形成を抑制していくというのが重要ということが示唆されましたデノボ DSA についてのまとめを行いますデノボ DSA はグラフトサバイバルにネガティブなインパクトを与えますしかしながらデノボ DSA が消失した場合はグラフトサバイバルは良好である可能性があります 補体結合性のデノボ DSA がグラスツサバイバルにネガティブな影響を及ぼしますそして何より適切な免許世代のハンドリングがデノボ DSA 酸性を抑制するために重要であると考えられます結合になります実前そして術後デノボ DSA はグラスツサバイバルにネガティブな影響を及ぼすと いいうことが分かっています適切な免疫抑制剤のハンドリングそして DSA のタイピングまた術後のモニタリングが重要となってくると思われますここで番外編となりますが近年 HLA 検査が保険で認められてくるようになりました当院では2014年より HLA 検査室の立ち上げを企画し2016年より立ち上げ 現在軌道に乗って順調に検査を行っております今後 HLA 検査室を立ち上げられるご施設もあるかと思われますので当院での経験について共有させていただければと思います当院では全く経験がない輸血技師の方々が私たちと一緒に HLA 検査をしてしたいと いうふうに言ってくださり、まあ、私たちの強い要望もありエチレ検査室設立を病院と掛け合いましたで現在では5名エチレ検査実施者は4名いますが24時間365日対応できるようなエチレ検査室になりましたし移植関連の遺伝子検査を導入また認定エチレ検査技術者もいるという状況にまでなりました当初はエチレ関連 の,みの移植関連の HLA 検査だけでは赤字になるという試算でしたが病院と交渉する上で非常に重要だったのが造血器腫瘍抗原検査これも含めて行うと同じ機器を使って行うということで試算を出しました当初は造血器腫瘍抗原検査は1000点であったんですがある時から2000点に増点されました当初購入する際は 5年間での減価償却をもとに試算を出していましたが結果的に減価償却は増点の影響で2.5年となりましたまた院内検査とする中で非常に移植領域以外での検査の発注が増えたということとあとは HLA 関連検査も術後の HLA 検査が認定になりましたし 本年からは術前の HLA 検査に関しても加点をされているということで HLA 検査自体の非常に後押しになったということで病院の中でも非常に重重要な黒字部門としてて今は重宝されていますその中で非常に我々が重要だと思ったのは検査する下肢、そして解釈をする内科医手術・手術期管理をする外科医との三密体のチーム形成 これが病院を説得する上でで非常に重要でした。移植以外の領域の検査も含め試算を出して情熱を持って病院と交渉したというところも後押しになったかと思います、えー、番外編で少し HL、えー、検査設立のコツということでお話をさせていただきました多くの移植施設の参考になれば幸いです,は幸いですご清聴どうもありがとうございました